どうも皆さん、クイズは好きですか？好きです。好きですかね。好きでしょ。BGM でもよくやってるじゃないですか。確かにやってるけど。まあ、やってますけどね。好きじゃん。聞いたことない。クイズ大好きメンバーでしょ、今日はね。はい、いやまあまあ好きです、まあまあ好き、好きってことにしましょう。でしょ、はい、そう知らないと進まないです、はい、ね。で、うん、あとちなみにデッドバイデイライト、我らがやってるあのデッドバイデイライトを日本語以外の言語でプレイしたことあります？簡単に切り替えれるじゃないですか。ああ英語ってやったかな。もともと英語っすよね。もともと英語だったから、うん、あそっかそっか、日本語化される前からみんなやってますもんね、うん、僕はやり始めた頃からもう日本語やったんですけど、うんうん、だったんですけどね、ね、うんうん、ですが、うん、今日はですね、うん、デッドバイデイライトの生存者のパーク名を中国語でお見せするので、何のパークかを当ててもらうというクイズとなっております。はい、中国語。中国語ですか。はい。まあニュアンスでなんとなく、まあまあ大丈夫。関係2級なんで、うん、僕大丈夫です。関係2級関係あるか。変わるかもしれない。漢字をよく知ってるとちょっと有利かもしれないよ。ただ中国の漢字がどうだろうな。漢字検定行ってるよ、私も。あ、そうなんすか。いけるよ、じゃあ。漢字検定一級だった気がするよ。え、本当に？一級は絶対言うの。絶対嘘だ。一級ってマジで。だいぶやってる。総画数。見たことない漢字あるだろう。そう。80画ぐらいの漢字とかあるよ。一級は。気がするよ。うん。もう全然任せてほしいっすね。うん、全然いけますよ。じゃあ、漢字検定一級のベルクラさん、この例題何かわかりますか？いやいや、これさ、これあれでしたって、もうあのほら、見たまんまじゃないですか。ああ、これ結構ね、わかりやすいですよね。うん、そうそうそう。だって、自我って自分のことでしょ。そうですね。はい。なんかこう、癒しっぽい感じがさ、あるからさ、うんうん、まあ、セルフケアみたいなってことでしょ。その通りですね。はい。こちらのセルフケア。さすが一級。ね、はい、いや、まあまあ、一級ですね。さすが一級。さすがだ。だけど、はい、結構ね難しいやつもあって、例えばこれとか分かんなくないですか。あー確かに厳密タクタクみたいな、ね、なんだこれ。もう効果も見て32米効果も見てメートルだろうね、答えてもらったら。何メートル、うん、32メートルで16秒。 16秒が、いや非常時注目して逃げて逃げる手段。あ、でもなんか効果見れば。そう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 、確かにね、確かに下のところね、ね、あ、キュウリ完成見れば。これ、あ、あれ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 でしょ、あのロメロのあれじゃないのこれ。ロメロ、あ、違うか、ロメロじゃないでしょ多分。平常心みたいなやつじゃなかったっけ、あれじゃないのか。違います、キュウリした後。ねこれ何だっけ、これなんだ。ショコが思い出すと、思い出しそう、めっちゃいいよ。デッドロック。違います、生存者のパークっすよ今日は。今日そうだ、生存者だ。え、これどうなんだ。いや32メートルと16秒って結構あるからな。いやこういうこれ分かった。はい、何、投資、投資家ね。センキュー。あ、投資家か。そうそうそう、正解、投資家です。そう、だからね。パークのとこの名前に。文字短いのに。そう、基本ね、これだけで答えてはもらうんだけど、これは多分分かんないから、ここまで難しいやつは出さないです。うん、本当に分かんないやつはね。こんな分かんないよ、むずいな。効果見ないと分かんないよ。一応2問、2問が例題でございましたが。まあ、効果見なくても基本わかるやつを持ってきた。うん。うん、はい、なるほど。じゃあ次行ってみましょうか。うん、こっからが本題でございます。はい、ディディン、ここから一応1ポイントずつつけていくけど、勝者、優勝者にも何もありません。はい。今度は、会った時に飯をおごりますので。アマゾンギフト券とかないんですか？ナイス。ナイス。景品法に触れるんで。なるほど。それでは、第1問。ディディン、うん、さあ、これはまず楽なやつ。まあまあ楽なやつからね。あ、そう、ステップ。あ、正解。おー早い早い。その通りですね。これはもうそうですよね。ね、うん、そうそう、オンタマーリーはね、オンタマーリー、そういうね、恵みね。
恵みですね。御玉ありが恵みで。なるほどね。恵み結構ね、全部簡単やったよね。うん、ああ、なるほどね。癒しとか入ってるし。そうそうそう。うん、うん。という感じ。早かったですね、うん。素晴らしい。じゃあ次行きましょう。次も簡単なんで、早押しです。いきます。ディディン。ドゥン。レッツゴー。はい。まあベルジーかな。ベルジー2ポイント。早いよ。どうしたんですか今日の反応速度。早いよ。私早いよ今日は。早かったっすね。早いね。一級ですからね。次ちょっとむずいっすよ。はい。いきます。ティンティン。ドン。さあどうでしょう、なんだこれ協力、あ、これ分かった、勢力争いじゃないのこれ、お、すげえ早っ、マジマジで、はい、その通りです、なんか、ね、なんか力争いきたらもう勢力争い、あ、すごい、いや、すごい、これはやってんね、あ、これそんなすぐ答えられると思わんかった、協力条例って書いてあるね、やべ、問題なくなっていく、ちょっと早いよ、早いね、消化が、じゃあ次いきますよ、ティンティン、ドン、さあどうでしょう、なんだこれ、静止与えるどもって書いてある、はいはい、不滅、違います、違うか、あ、これ人々のために、違います、違うんだ、そう、ちょっと難しいかもな、これ、あ、連帯感、違います、静止が結構ね、これなんか、うんうん、ちょっと来てる気がすんだよな、きっとやり遂げるとか、違います、あ、違うんだ、あ、英雄の奮起、違います、な、違います、ね、うわ、それむずいね、これ結構むずいよ、でちょっとヒント出すか、あ、アッシーの一撃、違います、あ、違うんだ、当てられて言うよ、違います、あ、いいとこついてくるのみたいな、それでもないか、一緒にいようよ、違います。非常に稀な大空金技能。うん、さあ。ともあり。なんだこれ。あ、これね、あれ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 。どうだ、これどうだ。あれあれ。ずっと一緒だ。正解。そう。デビギンな。そう。そ, そう結構日本語パーク名だと一緒にいようぜぐらいのちょっと友達、ちょっと深い友達ぐらいのノリやけど、あの中国語だと精子を共にするみたいな、共にするだいぶ重い、そう、ね、そう、重いな、治療速度 100% で分かったね、重めでやっぱ考えないといけない、そう、重めで、いや、これ結構いい問題ですね、なるほどね、次はね、多分分かんないからちょっと頑張って、はい、おう、いきます、ちょっと重かったんで出します、はい、いきます、ティンティン、これ 突破じゃない、突破、違うんすよ、そう、絶対突破じゃない、全力疾走、全力疾走、あ、違います、全力、そう、俺も突破、突破じゃねえのって思ったけど、突破じゃないよこれ、暴走族やばいし、暴走族これあんまりこれにとらわれない方がいいな。突破しか当てはまらんよこれ。うん、だね、これはね、分かんないと思うからちょっとヒント出すね。でね、これちなみにね、あの、うん、非常マレアリはレア度やけど、うん、その次のやつね、これサバイマーメイなんですよね。これ多分でも女の人入ってるっすよね、これ。女の人のやつだよ ね。誰の固有技能なのかっていう。書いてあるからね、森ついてるやついたっけ、森、森基本ね、サバイバー名はね、当て字ですよ、さあ当て字か、あ、ちょっとこれ数字出ちゃうな、ちょっともう少し考えてもらおうか、一旦ここで、あ、なるほど、地学界書いてある、地学界、地学界の人、地学界、あ、植物学の知識、違います、植物暴走してる、いや、わからんやろな、ちょっと出すか、はい、どうだ、移動速度 100%、 移動速度が 100% って何、なんだそれ、なんだそれ、いかん陰徳、ああ都会の逃走術、正解、うわそうなんですよ、全然全然逆やん、そうやん、ね、全然暴走しちゃダメなやつ、そう、意味わかんねえって思って暴走怖い
なんだこれ。これ、あの漢字5文字でネアカールソンなんだじゃん、なんとかモーリーが。そうだね。あ、ネアカールソンなんだあれ。ね、ネアだけなんとなくわかるけどね。うん。ね。あれはカールソンにはならない。カールソンには。ああそうか、ああそっか、そう、なんとかーって書いてあるね、なんとかなんとかーってなってる、ね、私トゥルーサイトあるからみたいな、あるからの伸ばし棒いいねこれ、暴走族なのだ。さあ生存者の名前の話をしたところでですね、ちょっと例題なんですけど、うん、これビルこんな感じなんですよ、ビル、ウィリアム、ビル、まあまあまあ、オーバーベックこんな感じなんですよね、オーバーベックはい、まあ読めそう読めそうよね、うん、というところで、はい、この生存者誰でしょう、当ててください。パックなんだこれ、ジェイク・パークじゃないのこれ、正解、早い、おい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 、素晴らしいなるほどね、パックでジェイク・パークよ、パックでジェイク・パーク、その通り、そんなんな、早い、単純だね意外と。さあ今のとこ ね、ザムさん3ポイント、やるね、ベルクラさん3ポイントで、ショコ0ポイントです、ね、頑張ってください。おいおいおい、やる気ねえな、マジかよ何ももらえないからね、関係2級じゃなかったっけ、いや飯おごるから、関係2級だよ、本物、関係2級本物だけど、いや俺も本物だ自分だけでベルクラさんに1級偽物やから、いやいやさあ、はい、じゃあ後半戦いきましょう、あと、あと3問です、はい、うん、いきます、うん、でんでん、さあ何でしょう、アフターケア、違います、有能の証明、違います、うーん、団結一致、団結一致ってなんだ、団結一致、楽しい、そうじゃないこれ、もしかしたら、うん、4文字なのに絆、違います、リーダー、違います、あの確かに絆とか、あの日本語から言ってるっていうよりは元の英語から来てるから全然日本語より文字数が多いはあり得る、うん、あーなるほどね、そうそう、あそっか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 、なるほどね、元が英語でそれを中国にしてるから、うん、うん、なるほど、でも団じゃない可能性もあるからね、だって おけつおけつ、おけつ、真っ向勝負、真ん中だけ、真っ向勝負、真っ向勝負、違います、はい、でカタカナの王入ってる瞬間ね、あーディストーション、ディストーション、違います、あそう、これヒントですね、サバイバーの名前を出しますね、あーなるほど、さあこれ結構ヒントっすよ、なあ、なんだ竹いやでもね、なんだこれ、同じ漢字が2個入ってるのポイントっすね、トマトみたいなことなんでね、なるほど、そう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 、わかんないな、状況認識、違います、あー、タウメタ、タウメタ、誰だ、タウメタ、タウメタ、タケノコ、タケノコ、タウメタなんだ、ユーメ、基本当て字やから、当て字で、だから3文字で、ね、同じ漢字が2つ出てるということは、 あれじゃない、アダムじゃない、アダム違うやん、アダムね、あなんかアダムっぽくないのかわかんないけど、まあ、アダム、あバスケスのやつやね、バスケス、バスケス、ね、スケス、バスケス、ね、いやこれはフルネームが書かれてますバスケス絶対違うよスケスの部分ドンキツイッキー、ね、マジか、ここでか、サバイバー目当たれば結構サバイバー3つに絞られますからね、サバイバー分かれば、あ確かに確かに、その固有パークやから、確かに、同じ文字が、いやめっちゃ見て今このサバイバーの表現を見て、いや本当に本当に見た、いや分かる、顔見たら誰がいるじゃん、あれじゃない、クエンティン・スミスじゃない、スミス、ああ目を覚ませ、違います、あ違う、タケノコ一文字でクエンティンって読むのかどうかわかんないけど、クエンティンあんじゃね、確かに、まあ、クエンティンではないです、そうか確かにスミスもいたな、あスミス、
そう、そう、でもそういうことやね。そう、スミスみたいなことやね。なるほど、なるほど。そういうことや、そういうことや。考え方はめっちゃ合ってる。スミスじゃない。はい、はい。なるほど、なるほど。やべ、全然。全然でも、俺ね、アダムとハディが邪魔してくんだよ。やばい、このサバイバーを。ほんと、モレルがすげえ。モレル。クローゼット、モレル。ハディカウル。ハディカウルとね、アダムとジョナが邪魔してくんだよ。邪魔してくるね、邪魔してくるね。あいつだから。頑張れ。いやー、アダムが、なんかアダムがチラチラしてきた。アダムチラチラした名前。あいつチラチラしてました。おい、ショコ答えていいぞ。いや、マジわかんねえんだよ。あとね、ショコ好きよ、このサバイバー。アダムよ。え？モレ、あ、モレじゃない。ロメロか。お、あ、あれ平常心？違います。真っ向勝負？違います。あれ？ちょ、待って。あと一個なんだっけ？あと一個なんだっけ？あの、今日には。連帯か、連帯か。正解、ショコ正解。そう、今日一回出てますね。はい、確かに。そう、連帯感ですね。これ、ロメロか。そうそうそう。で、ジェン、ジェンって読む。確かに読むかもっていう。ロメロ。ジェン、ジェンロメロなんだ。そう。なるほどね。ね。いや、これ難しかったな。ねえ。ちょうどいいところでしたね。いい問題や。連帯感なんだ、あれ。じゃあラスト問題いきましょうか。はい、はい、ラストの問題はこちらです。てんてんどん、せいせい、目を覚ませ。正解。早かった。最後簡単。簡単な、簡単や。簡単だな、なんか思ったより簡単やったな。いやー、びっくりマークついてるパークがね、あれぐらいしかないですよね、そもそも。なるほど、うん、あ、そうだ、ね、簡単やったな。そうなの、ちょっと予備で用意してても問題一個ぐらい出そうかな。コンテイシミシミギ、難しいやつ。コンテイシミギさん。コンテイシミギさん。うん、あ、そう。じゃあね。コンテイ。読み取ってこれセイセイでしょこれ。セイセイや。セイセイや。じゃあね。なんだ。これ。決まってんね。今ちょっと。なんだこれ。いきなり取ってきたから。なんだこれ。あのヒントが出ないです。うわ、これで不滅、不滅じゃないの？ちょっと難しいです。違います。ソウルガード。ソウルガード。違います。なんだ？なんか起き上がる系のやつじゃないのか。気がするよね。人々のために？違います。あれ？決死の一撃。違います。ソウルガード。違います。もうツルツルした肉体。違います。もうちょっと。マイナーパークですね。まあ、ツルツルはマイナーやけど。改正。お、正解、ベルクラさん。すごい。え、何だったの？起死回生です。はい、正解です。起死回生か。何、起死回生ってパーク知らないんだけど。知ってるでしょ。ジルのやつ。そう、ジル、ジルの。ジルのやつ。抜けたら半分回復してるやつ。見たことない使ってる人。そう。いなくはないよ、いなくはあれ。BPF で使ってへんかったっけ、なんか。なんか、誰かやたら使ってた人いたよ。そう。あれね、あの、フックから抜いた後、すぐ全開、なんか、できる構成作れるやつ。うん、あ、そうそうそう。それ、やけど、すぐ回復。ずさんで死ぬやつ。抜かれた瞬間、ギュンって減っていくから。ああ出血で死ぬやつ。あれはやばい。こんな感じ。意外とね、日本語とは全然違ってて、まあ、唯一ね、そう、逆に千里眼だけはこれ中国由来の言葉やから、うん、そのまま千里眼でした、ね、千里眼の方だ。そうですね、これぐらいでしたね。うん、日本語も全く一緒 な意外と違うんだね、こうやって見ると、ね、うん、結構面白いっしょ、うん、ね、勉強になった。暴走族がね、勉強になりました、これね。暴走族、嘘つきや、嘘つき、嘘つきやこれだけマジで説明してほしい、どういうことなのか。じゃあ中国語でちょっと暴走族調べてみます、うんうん、意外と全然違う意味なんじゃないですか。あ、都会の逃走術がそもそも英語版だとなんか、うん、暴れてる感じなんかな。ああ、アーバンエイベーションみたいな感じだったよ、確か。アーバン、あ、都会の逃走者やね。あ、都会から逃げるみたいな感じやね。でも、イベーションの。暴走族は、ね、中国だと都会から逃げる者たちの集まりなんだ、じゃあ。なんかネアの不良っぽいから来てんじゃね。かな、あの、あれね、あの落書きマンだからね。うん。ねえ。
暴走族自体の意味は暴走族っすね。だから同じっすね、日本と。じゃあなんか違う役なのかな、うん、そうやね、役の妙なんでしょうね、何か。うん、アーバンインベージョンを日本語的に訳したら逃走術だったけど、うん、なるほど、中国的に訳したらあんなもん都会から逃げるやつ暴走族だわ、ね、ちょっと、ね、ネアの顔とかもこうあれなんじゃない、なんかちょっとイメージで入って暴走族的な、そのネアのちょっとした背景とか、ね、険しい表情がそう、ね、とかキラみたいな顔してたからねそうそうそう、はい、というわけでデッドバイデイライト中国語パーク当てクイズ、生存者編でした、うん、ありがとうございました、ありがとうございます、はいはい、いやいややっちゃいました、優勝しちゃいました、優勝おめでとうございます、名称おごりますありがとうございます、アラビア語でやろう、ベルクラさんの優勝を祝うこともなく締めてもた、そういえばポイント流れるように、流れるように終わってます、流れるちょっとちょっともう一回撮ってもいいですか飯をおごりたくないベルクラさん優勝、ベルクラさん優勝おめでとうございます、ありがとうございます、優勝だ、ありがとうございました、バイバイ、ご飯だいやいや、なんすかこのテンション俺たち何も喋ってないでしょ